今この状態で、おっぱい探しにカッキーが滑り込んできました。右端からみかん、次が赤いからさくら、次が頭が黒いのに白いからくるみ、くるみの真下に真っ白けっけの、キウイがおって、この背中に一文字が入っている子が 誰だっけ、カッキーです。ちゅっちゅかちゅっちゅか落としてますわ今。カッキーすごくおっぱい引っ張ってますね。あそこはおっぱいの出が悪いのかな。出せ出せってば。ミルク、ミルクない、出せって感じですか。みかんはこれ吸ってるんでしょうかね、それとも寝てるんでしょうかね。頭動いてないんです。パイパイ出して、パイパイ。くるみね、今日じっと見てたらね、単に乳首がないところをずっとこういうふうに吸ってたんですよね。今果たしてちゃんとおっぱい吸えてるんでしょうか。すんごく気がかりです。桜は、うわ、ぼやけますね。桜は背中にうんちつけてます。いや、背中っていうか首ですかね。何か起きたか。一旦こんな状態です。出ますね。これはカッキーです。すごく愛用してます。本当におっぱいいかない。かなり吸ってるみたいやけど、おっぱいじゃない気がするな、私だけ。ちょっとチュポンってしてみたいな。桜がひっくり返った様子、それはなぜかというと、このキウイが起き上がったからで、ああ、キウイのせいでくるみまで下敷きに。大丈夫か、くるみにおっぱい飲ませたいんだよね私。ん、どこに行くの。
こ行くの？どこに行くんだろう。見て、このカキの顔、口にごっついミルクが鼻から漏れたん違うか、飲みすぎてえらいことになってます。カキミルクがごっつい顔か。お姉ちゃん顔舐めたけ。桜復活、桜もおっぱい飲み出しました。ごっつい梅ちゃん赤ちゃん取られたくなくて私睨んでますわ。ネズミの子たちがわらわらしてます。くるみ飲めてるかな。くるみが一応一番ちっちゃいので気にしてます。梅ちゃんは緊張してますね。私が手を出してくると思ってえらいことです。さくらだ、さくら、さくら、おっぱい飲まなくていいの？これがみかん、みかん引っ張る引っ張る引っ張る。これがあ、カキ、カキエモンですね。ちなみに我が家の世話猫チロニちゃんのパパはアッキーです。クロミどうなってんの？クロミは飲めてるのかな。さくらも稼働。ほら、カキどこ行くのかしら。カッキーおっぱい飲まないんだったらどけてあげて。出ないとね、下で他の子たちがおっぱいをね、分かってる？みかんおっぱい飲むのも。